暮らしもっと。幅をメジャーが発んでたら中道大輝です。年齢は29歳で高槻の所属です。転職したきっかけとして、まあ、29歳30歳になるまでにちょっと仕事を変えたいなっていうのがありまして、前の会社だと子供の時間とか全然取れなかったので30歳でちょっと転職を考えて、でちょっと独立したいっていう気持ちがあったんで、前職は製造業で、その前の仕事も運送業やったので全く清掃とは関係ないんですけど、まあ、家族の時間大切にしたいなと思って転職しました。いろんな業種とかを見てたんですけど、なかなか自分に合うっていうのが分からんくて、で、まあ、前の仕事やと時間拘束っていうのが多々あったんですけど、自分がどんだけ急いで仕事をしたところで何も変わらない、誰がやっても一緒のスピードっていう、だからこの今の清掃っていうのは自分がどれだけ早くやるかっていうので、まあ、自分の単価っていうのもどんどん上がっていくと思うんで、成果をちょっと自分で変えていきたいっていうのがあったので。カバオルの中道です。男子トイレの清掃に参りました。はい、中道さん、はい、今日初めて？あ、今日初めてです。どうやってもらってもいいですか？はい、うちはここから払うんですけど、いいですか？よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。いや、ここまでご対応されたの？そうですね、うん、落ち着いて、はい、はい、失礼します。はい、6分52秒合格です。あ、おめでとうございます。まあ、であとは良かった点として、これやり終わった後に、はい、ここ拭けてましたね。はい、うん、これは非常に良かったなと思います。他のフランチャイズも何件かと見ましたね。ここに面談をさせてもらった時に、まあ、小田社長の方で喋らせてもらった時にパワフルな人やなと思って、こういう人がやっぱ社長なんやなっていうのがすごい伝わってきて、やっぱり一緒にやりたいというか、その人の近くで仕事してみたいなっていう気持ちが湧いたのでやらせてもらいました。結局前職がその営業とか全く表の方の仕事じゃなかったので、この営業っていう面がやっぱ営業集客っていうところにやっぱり惹かれたっていうのはありました。学科の方とかもしっかり教えてもらって、で清掃だけじゃなく他のことも、挨拶やら他に大切なことをいろんなことを教えてもらって、で現場の方にも勉強させていただいて、先輩パイオンさんとかに、まあ、優しく指導してもらったりして、で独り立ちできる時に不安がちょっとでも少なくできるようにカバーしてもらいました。ファックスの準備、はい、分かりますか？ファックスに入れるフラッシュモクとちょっとファックスね、考えにあるはずなんで、あ、いい、その、あ、受けるところから入れて。堀下、OJT で回したことありますか？あります。大丈夫。あ、OJT ではないです。
初めてです。研修受けたらどうやった？怖い？ちょっと怖いです。お疲れ様でした。3人の先輩とやらせていただいたんですけど、自分の手順 と、先輩の手順っていうのがちょっと自分がまだ把握できてない部分が多々あったので、その辺をちょっとしっかり覚えてまた定期の方をやらせていただきたいなとは思いました。その場所によって全然床が違ったりとかで、ちょっと滑り方が違うっていうのでちょっと手こずらったかなとは思いました。正直まだまだ全然わかんない状況で、村も見てわからないんで、これからどんどん練習していきたいなと思います。そうですね、やっぱ研修で受けたこと全然ダメです。よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。